体育館ものすごい熱気に包まれております。本日の総当たりリーグ戦チャンピオンカーニバル第3戦はジャイアント馬場対フランクモデルの30分一本勝負、ただいま日本テレビから花束がプレゼントされました。さあ山田さん、ジャイアント馬場選手が登場、現在勝ち点7でジョナサンに次いで第2位というところですね。そうですね、非常に好調に飛ばしてますね。まあ今日の相手のね、はい、モレル、これは正直言って馬場選手にとっては楽な獲物でしょう。さあ紹介されましたオクラホマのハゲタカフランクモレル、通算5回目2連覇を狙います。ジャイアントドラ現在勝ち点7、大きな拍手で迎えられました。レフリーは NWA 降臨のジョー・キムチが務めます。山田さん、まずこの初っ端ですね、フランク・モレルがかなり仕掛けてますね。そうですね、馬場選手のサポーターの人に何か入ってるんじゃないかというようなアピールですね、はい、それから16本の足にも何か注文を出しましたね。そうですね、さあどうか、おっとゴングの鳴る前に奇襲攻撃を見せますフランク・モレル、フランク・モレル現在勝ち点0ということですけれども、今日もお得意の右の手の甲には黒いグローブが入っています。この黒いグローブを使ってのクロー攻撃がお得意だというこのフランクモレル、早くも奇襲攻撃を見せます。ジャイアンツ馬場がサードロープエプロンに捕まっております。そしてフランクモレルが放送席に馬場選手を持ってきます。キック攻撃、トーキック攻撃、そして放送席の目の前に持ってきました。9センチの馬場選手がやってきた。そして馬場選手のトップ攻撃、馬場を怒った、モレルのハゲ頭が突っ込んでまいりました。さあそのモレルリングの中に入れました。ジャイアンツ馬場選手現在4連して勝ち点7、16番が乱れ飛びます。大きく投げを打ちます。そして片エビラ、カウントはカウント3キック、モンキラシ、馬場強し、馬場強い、あっという間の16番、フランク・モレルの胸板に炸裂。この時点でジャイアンツ馬場選手勝ち点9、単独首位に躍り出ました。それで馬場選手は勝ち点9で単独首位。そうですね、現時点での単独首位、さすがにね、はい、その大本命だけあって、もうこの相手くらいだったら楽勝のケースですね。まあしかしね、はい、非常に動きもいいしリズムに乗ってますね。このチャンピオンカーニバル例年ぐらい順調な飛び出しですね。そうですね、いつもねこういった大きなシリーズでは、はい、その最初初戦につまずくことが多いんですが、はい、今シリーズは本当に飛ばしに飛ばしているというような感じですね。余裕を持っての16番がフランクモレルの胸板に炸裂。今スロー VTR が出ておりますけれども、は本当に素晴らしいですね、いいですね、大きく上がってますね、大きく上がります。2メートル近くその左足が上がりました。馬場選手が決めて勝ち点9、単独首位。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は長崎国際体育館より全国30局を結んで実況